はい、今ですね、夢屋のね、厚木のとこのお店にいます。で、今ね、熊さんと一緒に飯食ってるんですけど、どうですか熊さん、何頼むの？こんばんは。蕎麦ひろしです。蕎麦ひろし、猫ひろしじゃないですか、これ。デブひろしです。最近蕎麦にハマってるひろしです。蕎麦いいっすよ。なんで蕎麦、うん、何割蕎麦が好きですか？え、何割蕎麦なの？私は10割蕎麦。10割蕎麦、10割蕎麦、マジで小麦粉が入った蕎麦と蕎麦粉 100%。 はい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 。茹で時間が違うの分かりますか？あー、すごいですね。茹でた後3分置くんですよ。そこで初めて蕎麦の柔らかみが出てきます。マジでやばい。さあ、この夢屋の蕎麦はどうでしょうかね。おそらくうまそう。10割蕎麦ではないでしょう。はいはいはい、はい。で、今俺頼んだのはね、そばだ。うまそうじゃん。すごい豪華に食ってるじゃないですか。大丈夫？俺が頼んだのね、このそばとね、海鮮丼のセット、これで1000円ちょっと。まあ結構安いですけどね。あと天ぷらもついてます。夢やん御膳か。うまそうですね。で、今これ店内を止めるでしょ。キランボさん、ところでピンサロ行ってますか最近？いやいやいや、アイエラマさん、いやいやいや、ピンサロヘルス。